んにちは、山梨放送の三浦美香です。私は今甲府市内にある水素ステーション甲府に来ています。そして皆さん、こちらにあるのは水素で動く自動車です。今度の枠時山梨では山梨県が目指す水素エネルギー社会についてお伝えします。ぜひご覧ください。